白山市。白山市は石川県の南部に位置する市。全域で白山手っ取川ジオパークをなす。2005年2月1日に一市二町五村が新設合併して誕生した。県内の自治体で最大の面積を有し、人口は金沢市に次いで2番目に多い。自然域が県内最大の河川である手っ取川の流域である。 日本三名山の白山を有する市南部は山岳地域で手っ取り川は北へと流れる。その後、中流で西へと曲がり、四北部にあたる下流域で手っ取り川線上地を形成して日本海へと注ぐ。白山地域は暖流の流れる日本海の影響を受けて積雪が多い。このように日本海から白山にかけての狭い範囲で水循環。 水の旅が生み出されていることから、自然域が山から川から海そして雪命を育む水の旅をテーマとする白山手っ取り川ジオパークとし認定されている。北部の旧末戸市周辺は金沢市の南高に位置することもあり、ベッドタウンとして人口が急増、住宅都市化が進むとともに工業都市としても急成長している。合併後、一部地域、 旧三河町、剣町、河内村、鳥越村域では表記変更が行われたが、その他の地域では町名を旧市町村の字が継承された。また、いわゆる平成の大合併において、石川県内では最大の合併となり、警察署の管轄など、白山市内でも区域の違いが生じている。以下、主な例を記載する。 市外局番は2008年3月1日に、白山市全域で076への統一が行われた。2012年4月1日に、末東警察署と剣警察署を統合し、白山警察署が新設された。また、剣警察署は、白山警察署剣庁舎への移行が行われた。白山市の合併後も、旧市軍の選挙区で選挙が行われてきた。なお、 2011年4月10日の統一地方選挙からは、石川郡東南部選挙区の内級野の市町を石川郡選挙区、2011年11月11日に野の市町市政移行に伴い野の市市選挙区に改称として分離し、白山市域を白山市選挙区とする選挙区の見直しが実施された。白山独地域は JA の統合が進められたが、 JA マットーとの統合は行われていない。そのため JA 白山の管轄地域は北陸地方でも珍しい飛び地となっている。斎場に関しては旧市町村が管轄していた区域を継承しているが、施設の統一は現在行う予定はない。白山市では本庁方式を採用している。本庁舎の他に2つの市長及び5つの市民、サービスセンターがある。 白山市の公式ウェブサイトの URL は2018年時点で w w w c i t y h a k u s a n i s h i k a w a j p と www.city.hakusaan.lg.jp の2種類が存在している。いずれもアクセス可能 ?Google や ヤフージャパンなどの検索エンジンにおいては、全社で表示される反面、石川県のなどのリンク州においては、後者で案内される場合がある。広い高地と豊富な水を生かした稲作が、平野部を中心に盛んであり、県内米生産額の14%を占める。他、トマトレタスメロンなどの野菜や梨の栽培も盛んである。北部は、洗浄地であることから、 大規模な工場建設が可能であり、各種製造業が盛ん。手っ取り川の豊富な伏流水を活用した繊維や、食品、精密機械などの工場が多い。白山の地理的表示が2005年から定められている。現在、白山市として、正式に、新善友好都市関係にあるのは、国内一都市、国外五都市である。合併前の各市町村が締結していた。 有効姉妹都市との関係は合併に伴って一部変更され、国外については白山市として全て引き続き継承。国内については松藤市と藤枝市との締結関係のみを継承。それ以外の締結関係は各地区の交流事業として継続されている。新全友好都市各地区ごとの国内友好都市、石川県警察白山警察署が管轄する。 白山市が手っ取り川の伏流水を水源に、石川県環境部による県営水道が手っ取り川を水源に供給する。白山市単独の公共下水道と石川県下水道公社の加賀沿岸流域下水道、西川佐岸流域下水道に接続されている。白山の野の市広域事務組合が処理する。金沢市の NTT 西日本金沢支店が管轄する。 市内の周配は以下の郵便局が行う。また、夏季限定で、白山の室堂ビジターセンター内に、白山山頂郵便局が開設されている。金沢国税局末藤税務所が管轄する。白山市立10校公明の後にのあるものは、小中併設校である。白山市立19校公明の後にのあるものは、小中併設校である。 合併前の白山六一町五村にそれぞれスキー場があり、五村営スキー場については、合併後は白山市が運営を継承、赤字解消のため民間委託や廃止された。いわゆるスキー遠足は、平野尾部、旧末東市、三河町、鶴木町の小学校では、授業時間確保のため廃止される傾向にあったが、白山市誕生後復活した。 旧五村の小中学校では、従来より、冬季の体育の授業やクラブ活動として、スキー学習を行っている。このか、がある、松冬海浜公園隣接の特密、パーキングエリア内の松冬海浜公園バス停より、乗降可能。また、小松空港行きの特急バスが、上記の松冬海浜公園バス停だけでなく、北陸松冬バス停からも、乗降可能。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。